はいどうも、エリコアットスピネです、えー。今回の動画は、一人のサバに視点を置いて、サバたちのミスを解説していく動画になっております。で、その中でも、このサイさんを重点的に解説していこうという動画になります。して今、今、えー、小屋の、えー、小屋の暗号機に解読するために小屋に着きましたね。で、ここは、 今のスポンダーと南壁から、えー、ハンターが来て、そこでハカモリが見つかって今、えー、一発食らいましたね。ここまでは別にこの普通ですね。で、鏡が出たのでハカモリさんが、えー、潜って、ここでサイさんが長距離ですね。そうですね。ここはできれば、すぐ入りたいために、えー、長距離はちゃんと暗号機に出せてればよかったですね。ここは少し気をつけましょう。 でそして、ここもミスが一つですね。まあ、それは何かというと、この境界内に出していると、すぐ、えっと、墓森さんがチェイスしているところからすると、まあ、近いので壊されてしまう可能性が多いにあるってとこですね。これはできれば、そうですね、えっと、奥の調校師さんに出せばよかったかなというところです。そして、ここ、失敗がまた一つ。ここは食らってしまいましたね。 女王の、えー、鏡に、えー、警戒がまだ少しできてなかったのか一発もらってしまいましたね。では、サイスさんは、えー、どうすればよかったのかということを、えー、動画を戻って説明したいと思います。大体、えー、いいここからですね。そうですね。ここはまず、えー、墓守がダウンを取られてしまったので、この座らせられた瞬間にもう離れるということが大事でしたね。 ですが、ここ離れてなくて一発もらってしまいました。ここを少し離れてれば一発食らわずにまだ負荷が避けれたんではないでしょうか。ですが、離れることを忘れたという人のためにもまだ選択肢は二つあります。まず一つは少し潰れているんですが、この長距離に入ることですね。長距離に入ることで長距離先に逃げて自分が食らわなくなると。ですが、この場合、 さっき言った長距離を失敗し、床に張って失敗していたので、すぐ近づけない。ということもあり、あまりおすすめはしませんね。これは一撃食らってしまうのが、えー、あるので、長距離はこの場面はないですね。暗号機に張っている場はまだあったのですが、これは間に合わないということが目に見えてわかります。ですが、えー、まあその時に長距離先に入って暗号機が遅くなっていい場面か、 まあ、長距離に入ると逃げられるということは確定なんですが、暗号機が少し遅くなってしまうので、まあ、できればこれは避けることが第一ですね。そしてもう一つの、えー、解決策が、これ後ろに地下があるんですが、地下に逃げることですね。そうすることで、えー、上下の、えー、高低差ができるので、上央の攻撃が当たらないという判断にもできます。 ま、この三つですね。え、長距離に入る、え、地下に落ちて高低差を作る。それかもと元々警戒をして離れておく。で、その、さっき言い忘れてたんですが、警戒をするにあたって、これ、高確率で、長考子に来るということが、長考子じゃなくて、え、祭に来るっていうことが、もう分かってる状況なんですよね。なぜかというと、えー、高確率で傭兵がこれ、救助に来る、ということが分かっていて、しかも長距離の、 長距離で最初と誰かの場所が、えー、分かっていますね。で、そして長考師に手配が入っているので、えー、鏡を遠距離で出しても、もし当たったとしても長考師は戻られてしまうので、あまり出そうとはしませんね。それに最初の方に、まあどっちか長距離の方向、反動器が揺れてる方向に出すと、 一発被ダメプラス長距離を破壊することを狙えるので、これは高確率で採算が狙われるということで、離れるということが大事です。それでは続きを見てみましょう。そしてこれ、えー、先ほどの動画から、えー、傭兵が救助終わったとこからですね。これはこのまま解読して、 ま、長距離も使ってしまったので、長距離がもしこの時点であったら、長距離投げて回復をするっていうことも大事ですね。そして、ここで、え、洋平さんが、え、DD を、え、鬼没で DD を使った、使って、えー、まあ、倒れてしまうので、これ、まあ、洋平さんはいいですね。回復を求めに、え、最初の近くに来てくれました。そして、ここ、サバ側は、 一つミスをしてるんですが、この、えー、トンネルされるはずの墓守さんが、少し北壁側に来ているんですよね。これはできる限り隠密をするにあたっても、えー、南壁ということが大事で、それはなぜかというと、えー、もし、えー、このまま、えー、探してる途中に、えー、小屋に来たらまずいからですね。えー、サバ側から、とすると、洋平さんはあのまま、高確率で、採取と回復ということが、まあ、高いので、 その祭祀と傭兵から、えー、一直線にというかまあ一番遠くにできる限り行ける、えー、南壁にいることが大事でしたね。そしてその場合もし見つかっても見つかってダウンされても大丈夫ですね。ですが北壁側にいるとまあ釣られた時に辛いという状況になるのでこれは気をつけるところです。そしてここを追われているんですが ここからサイスさん、3つ目のミスをしてしまうんですね。じゃあそのミスは何なのかというと、このチェイスルートだと、墓守と調考師が回復しているとこ、回復が終わったら暗号機を回そうとしているところに近づいてしまっていることなんですね。これをすることによって暗号機圧もかけられるし、ワンチャン一発、 や、えー、まヒ、あ、ダメを狙うことができるのでこれはサバー側が訳、えー、を取れない勝ちを取れない理由でもありますねではどうすればよかったのかということを、えー、また動画を振り返って見ていきたいと思いますここでサイシさんが隠れていて、まあ、傭兵が狙われるかなと思ったんですが一応ここにワープを今貼りましたねあ貼ろうとしています で、そしてこの板を倒しましたと。ここまではいいんですが、ここですね。えー、今、サイシさんが、えー、板を倒した後に、えー、壁、小足の方へ向かっているんですね。先ほど説明した通り、えー、壁の方に向かうと圧がかけられたりしてしまうので、良、えー、くないことはもうわかっていると思うんですが、まあ、回答例としては、えー、このまま、 墓地の、教境界内の窓枠から墓地の方向へ逃げることなんですね。そうすることによって、もし、え、採さんがダウンをしても暗号気圧がかけられず、鏡もだいぶ遠距離になるので、そうなると、もし採取さんが、墓地方向でダウンをしても、初釣りなので、沢側は余裕を持った通電、4人通電ということが可能になります。なので、ここは、北上側、小屋、 小屋じゃなくて、えー、板を倒しししたら墓地側にに向かうようにしましょうよまょそして補足なのですがここで長考、えー、師さんとモリ、えー、が壁側にいるなんてわからなかったと、えー、少しでも思った方は墓守が追われてた場所と長考師さんが回してた場所というのを考えることが、えー、重要になります。 ハカモリさんが壁と壁、壁壊し壁壊しの間でチェイスをしてて、ハンターが自分の方に来たということは、そこら辺で隠密を成功したということですね。で、その場合一番いいのは、トンネル対象のハカモリを回復することです。で、傭兵が自分と回復をしていたので、じゃあ誰が回復するかというと、えー、レッドカーペットを回していた長光師さんになります。 では、その二人が落ち合う地点というのは、少なからず壁壊しの方向であることが考えられますね。なので、そこから離れるようにしましょう。それでは、え続きの動画です。して、ここで板読みを買って、ここ、え鏡を出されたんですが、超高さんのファインプレイで鏡をすからせることが今できましたね。 してここで4つ目のミスですね。ここまずまあさっきまあ、目の前でわかる通りワープは必要ないのもそうなんですが。じゃ、1番のミスは何かというと、調香師さんが、えー、壁をしてくれた隙に先ほど説明した通り、墓地の方向に行かなかったことですね。先ほど説明した通り、えー、圧をかけられかけられないために、えー、墓地に行くことは大切でした。 じゃあどうすればよかったのかというと先ほどの少し無駄なワープを作った時に後ろの境界に向かってワープを作ることでそのまま窓枠へ行き墓地へ向かうことができましたねなのでここで倒れるとこうやって鏡でやられてしまってトンネルをまた再開させるというは、まあ、ハンターに有利なことがされてしまいましたね そして自分がここを回したいですが、まあ、ここも、まつ、あ、られてるのは近いので、こうやって圧をかけられてダウンしてしまいます。ですが、ここも1個目のミスの通りに、まあ、近いので、そう近いプラス、えぇ、ー、祭司が暗号機に行っているんじゃないかということは、考えやすいので、鏡の警戒、鏡が来るんじゃないかと、ハンターも鏡を出そうというあれは見えるので、ここから、 少し離れることが大事でしたね。そして、え、彩子さんが、ダウンをしてしまったので、そのタイミングで傭平さんが救助して、墓森を、長引かせることで、え、彩子の、騎士改正を、を成功させようとしたんですが、まあ、うまくいきませんでしたね。 そして、えー、残りは、えー、長考士さんだけになってしまい、この場合、長考師さんは必ず救助に行かないといけない状況になりますね。ですが、えー、大体、まあ、今、墓の暗号機を上げざるを得ない状況だったので、え、場所もバレて救助が辛い、という状況になってしまいます。そして、ここで、えー、長考士さんが救助を決めてくれたのですが、これは全然もう、ハンターさんは、最初をトンネルしなくてもいい、 という場面になっていきはに置かれますそしてここから斎士さんが5つ目のミスですねでこれの何がミスなのというと上がらないここから新規の暗号機に向かってしまってるんですねでこれの説明はというとここの時点でここから今から新規を回すぞというのは確実に 通電が間に合わないんですよね。傭兵は機士会を使っているので、少し暗号機が揺れているのを見てから深追いをしたり、瞬間に変えたりとするだけで暗号機は絶対に通電しない状況になりますね。じゃあどうすればよかったのかというと、あの状況では少し辛いですが、 回ってる暗号機をもう回すしかない状況になりますね。なので、蔡子さんは自分が狙われてないと分かった瞬間に瞬間プラス長距離が出しても大丈夫鏡を出されても大丈夫な場所にすぐ行き傭兵に長距離を出してそして傭兵が長考士さんの救助をするそして蔡子が北壁の暗号機を回すといった スムーズな行動が大事だった場面ですねそれでは本日の解説はここまでになりますご視聴ありがとうございましたご視聴いただき誠にありがとうございましたよければチャンネル登録グッドボタンお願いしますまた他の動画もぜひ見てくださいねそれじゃあバイバイ